はい、皆さんこんにちは。今日はですね、山口県のですね、新酒鑑評会の結果発表の日です。今年からですね、純米酒部門が純米吟醸部門になって、全部で4部門、吟醸酒の部、純米吟醸の部、純米酒の部、サイトの酒の部門の4部門ですね。まあもちろんですね、うちの会社はね、もう1番ってなります。3番でも2番でもダメです。1番を目指して最優と、はい、目指してますはい、はい、すごい緊張感でちょっとドキドキしてますからね。そうですね1年に1回すごい一番ドキドキする瞬間ですね。じゃあ行っていきましょう。はい、はい、純米酒の部、一番自信がないっていう当時言ってました。それが最優と想定外の展開ですねで、これ行くと、あ、大吟醸ね、決心まで行ってますから、すごく惜しかったですね、最優と。2番かな、待ってみないと分かんない。2番か3番かぐらいで多分、はい、すごい決勝に近い。でもダメなんです、2番か3番だ、うん、まあちょっと惜しかったですね、大吟醸は。で、純米酒で、純米吟醸の部はちょっとついてませんねまあまあ、なんか微妙な感じで、ちょっと想定外の展開で、純米酒が最優とみたいなはい、そんな感じですかね。はい、結果を見ました。4部門中、純米酒の部門が最優と、うん、あとは吟醸酒の部門が第3位ですね、うん、ちょっと惜しい、でもダメなんだね、1番じゃないからまあまあ、そういうことで、純米吟醸ダメですね。サイトの雫は、まあまあ、あれもちょっと入ってませんね、最優と、はい。傾向として、昨日センターの先生も言ってましたが、ちょっと1番、2番みたいな甘さがすごく強いですね、香りも高くて、ちょっとうち甘さ抑えめでスッキリしてたんですけど、その辺がちょっと配信できた、まあ負ける勝負ですからね、まあその辺がちょっとね、甘さに負けちゃったかなみたいな感じですかね。まあしょうがないですね、1個取れたということで、来年頑張りましょう。はい、はい、はい、じゃあご興チャンネルの皆さん、ご覧になりありがとうございます。今日はですね、新酒鑑評会、残念な結果になりましたが、しょうがない、来年頑張りたいと思います。で、私はですね、蔵がもうすぐ終わるんですけど、ちょっと早いんですが、休憩休暇で休暇に入りますので、あともうすぐ蔵が終わるんで、更新もね、どん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 いけると思いますんで、楽しみにお待ちください。はい、それでは、いってらっしゃい。